もうお昼か。明日の放課後はみのりたちと練習があるし、メニューのチェックしておかないと。あ、それ私の。うっかり落としちゃってたみたい。拾ってくれてありがとう。復学してしばらく経つけど、やっぱりまだ馴染めないな。もっとみんなと普通に話せたらいいのに。はるかちゃん、今から時間ある？もしよかったら桐谷さんも一緒にお昼どうかなって。天馬さん、星野さん、でも二人みたいに話しかけてくれる子たちもいるし、無理して焦ることはないのかも。あ、それって練習メニュー表？もし忙しかったらまた今度で。うん、大丈夫。ちょっと見てただけだから。一緒に食べよう。よかった、食べよ食べよ。いっちゃんってば、また焼きそばパン買ったの？ほんと好きだね。星野さん、初めて一緒にお昼食べた時も焼きそばパン食べてたよね。うん、美味しいから好きなものはどれだけ食べても飽きないよね。ところで、もうすぐ体育祭だけど、二人ともどの競技に出るか決めた？まだ決めてないよ。走るの以外がいいなって思ってるんだけど。体育祭か。アイドルになってから授業も出られないくらい忙しかったけど、今は学校行事にも参加できるんだ。嬉しいな。みのりたちはどの競技に出るんだろう。練習の時聞いてみようかな。ちゃんは何の競技に出るかもう決めてる？ううん、私もまだだよ。実はずっと仕事で学校に行けなかったから、どんな競技があるのかもよく分かってないの。最後に学校の行事にちゃんと参加したのは多分小学5年生くらいで。ごめんね、急にこんな話しちゃって。一緒だなって思ってたの。私も中学の間はほとんど入院してたから、こういうイベントってすごく久しぶりなんだよね。あ、そっか、確か天馬さんはしばらく病気で休んでたんだよね。うん、でも今は部活で運動もしてるし大丈夫だよ。今まで参加できなかったから体育祭楽しみなんだ。何に出ようかなってずっと考えてて。人気があるやつはきっとじゃんけんとかくじ引きになるよね。こういうのってワクワクするな。そうだね、私も楽しみだな。あ、そういえばさきって体育祭の実行委員だよね。うん、今日の放課後に最初の話し合いがあるんだ。でも今年はあんまり委員が集まってないらしくて、ちょっと残念だよ。少し意外かも。実行委員って楽しそうだし、やりたがる人多いのかなって思ってた。うちの学校って勉強や部活に打ち込んでる子が多いんだけど、その分行事には消極的な子も多いんだ。それに体
単位制クラスもあるし、前の桐谷さんみたいに学校の外で活躍してる子がたくさんいるから。そっか。クラスで実行委員やってるの私だけだしね。誰かもう一人一緒にやってくれたらいいんだけどな。他の人にも声かけてみたんだけど断られちゃって。いっちゃんは学級委員の仕事あるし、誰か他にお願いできそうな人がいたらいいんだけど。そうだ、はるかちゃん実行委員やってみない？え、私？さっき桐谷さんは新しくアイドルグループ組んだみたいだし、実行委員はできないんじゃ。そんなことないよ。ただ全部の実行委員会の活動日に参加できるかはちょっとわからないなって。それなら大丈夫。実行委員って言ってもそんなに大変じゃないらしいの。何回かミーティングに出て、体育祭当日に審判とかグラウンド整備を少しやるだけでいいんだって。はるかちゃんの負担にはならないと思うから、よかったら一緒にやりたいな。こういうのやったことなかったし、いい機会かもしれないな。じゃあ今から同じグループの子に体育祭実行委員に参加してもいいか確認するから、ちょっと待ってもらってもいい？うん、もちろん。メッセージ送ってはみたけど、みんないいって言ってくれるかな。あ、帰ってきた。アイリから。体育祭の実行委員、いいじゃない。練習のこと気にしてるみたいだけど、実行委員の仕事って体育祭まででしょ。アイドルしてたらなかなかやれることじゃないし、せっかくだから思いっきり楽しんだ方がいいわ。あ、みのりとしずくもいいよって。みんなありがとう。テーマさん、私実行委員やるよ。あ、本当？うん、同じグループの子たちもいいって言ってくれたから。やったー、ありがとう、はるかちゃん。よかったね、さき。桐谷さんも忙しいのにありがとう。じゃあ早速今日の放課後に実行委員の顔合わせがあるから一緒に行こうよ。わかった。ワクワクー、ワンダホーイ。楽しみだな、体育祭。楽しみすぎて体育祭の歌が作れちゃいそう。素敵な素敵な体育祭、みんなで笑顔で走りましょう。何に出ようか迷っちゃう、騎馬戦リレーに徒競走。本当に楽しみ。早く放課後にならないかな。なんだか思ってたのと違うな。体育祭ってもうちょっとみんなで楽しんで作っていくものだと思ってたんだけど、みんな特に意見も言わないし淡々と進んでいってる。でも
学校行事に消極的な子が多いって星野さんも言ってたし、こんなものなのかな。はるかちゃん、ごめんね。せっかく一緒に実行委員やるって言ってくれたのに。きっと思ってたのと違ったよね。気にしないで天馬さん、うちは進学校だし、みんな行事はほどほどにやりたいのかもね。あの子、確か B 組の大鳥さんだっけ。あたし、もっと楽しい体育祭にしたいです。さっきからずっとずっとずーっと例年通りばっかりで、それじゃあ楽しい体育祭にはならないと思います。もちろん運動が苦手で体育祭なんか好きじゃないって子もきっといると思うけど、でもそんな子たちにも楽しかったって言ってもらえるような、そんな体育祭にしたいです。みんな笑顔になれる体育祭、つまり私はこの体育祭を最高のショーにしたいんです。なんかあの子ちょっとお兄ちゃんっぽいな。それに体育祭がすっごく楽しくなったら、次の日からの学校ももっと頑張ろうって思えるはず。お、明日を頑張る希望を届けたいんです。だからみんなで新しい競技とか考えたり、飾り付けしたり、実行委員のみんなでどうやったら楽しい体育祭にできるかを考えましょう。私、大鳥さんを手伝いたいと思います。え、はるかちゃん？桐谷です。先輩たちの言うことももっともだと思うのですが、せっかく学校のみんなが参加する体育祭ですし、私もみんなに楽しいって思ってほしいです。それなら前までやっていた競技を復活させるのはどうでしょう。これまでの体育祭のしおりが図書館にあったので、話し合いの前に見ていたんですけど、何年か前は面白そうな競技がいくつかありました。昔行っていた競技なら道具も揃っていると思いますし、準備に時間もかからないはずです。あとは今の競技は学年別になっていますが、学年を超えて交流できるようにしたらどうでしょうか。いえ、先に好きな練習日を選んでもらって、そこに集まった人同士で練習できるようにすれば、練習時間も大幅に取られないはずです。これくらいの変更なら実行委員の人数やみんなの練習時間があまり取れなくてもいけるんじゃないでしょうか。
それに楽しそう。ありがとうございます。大丈夫です。これは私と大鳥さんが言い出したことですし、次の話し合いまでにいくつか提案はできるようにしておきます。大鳥さんもそれで大丈夫？うん、私が言い出したんだから最後までちゃんと頑張るよ。じゃあ私も協力するよ。みんなで楽しい体育祭にしたいもんね。ありがとう。みんなで頑張って楽しい体育祭にしようね。頑張るぞ。ワンダホーイ。ワンダホーイ。かわいい掛け声。 M ちゃんって面白い子だね。そうだね、ちょっと変わってるけど。ねえねえ、せっかくの体育祭だし開会式も豪華にするのはどうかな。煙がモクモクって出てきたり、大きなロボットがバーンって出てきて校庭を走ったりするの。やっぱり結構変わってるかも。体育倉庫に到着。体育祭の競技に使えそうな道具何か見つかるといいね。それにしても体育館だけじゃなくて校庭の隅にも体育倉庫があったなんて知らなかったな。あ、はるかちゃんはここ初めて来たの？うん。大鳥さんは前からこの体育倉庫のことを知ってたの？うん、入学式の日に探検してて見つけたの。その時も入ってみようとしたけど鍵がかかってたんだ。だから壁を伝って上の窓まで登って。え、窓ってあの屋根あたりにある窓のこと？そう。でも登ってたら先生に見つかって怒られちゃって、だからちゃんと入るのは初めてなんだ。そうなんだ。簡単そうに言ってるけど、あの窓2階建ての家の屋根くらいはあるよね。中は暗いから足元に気をつけて。どうしたの？見て見て、はるかちゃん、竹の棒があったよ。これで棒取り合戦が復活できるね。なんだ、びっくりした。竹の棒でそこまでテンション上がる人初めて見たかも。ん？これってなんだろう。これは昔のクラス機。結構凝ってるね。本当だ、模様とかイラストとかおしゃれだね。こういう旗ショーでも使えたら楽しそう。一番盛り上がるシーンでババーンって使って。ショー？そういえば最初の話し合いの時もそんなこと言ってたね。ショーが好きなの？あれ、言ってなかったっけ。私フェニックスワンダーランドのショーステージでキャストやってるんだ。お客さんを笑顔にしようって毎日みんなで頑張ってるんだよ。お客さんを笑顔にしようか、素敵な目標だね。うん、すっごく楽しいショーを作ってるから、よかったらはるかちゃんも見に来てね。大鳥さんがやるショーならすごく楽しそう。予定開けて必ず行くね。本当？ありがとう。あ、でも今は体育祭に使えそうなもの見つけないとだった。探そう、はるかちゃん。うん、そうだね。面白い競技ができそうな道具あるといいけど。
体育祭の案内のプリントを作ったので見てもらってもいいですか？はいはーい、競技はバッチリ決まりそうです。あ、エマちゃん、この前はるかちゃんと体育倉庫を探してみたんだ。面白そうな道具いっぱいあったよ。それでね、今はるかちゃんと一緒に昔のしおりを見ながら競技をアレンジしてるの。忙しくってあんまり練習できない子も楽しめる競技にしたくって。今日もこれからはるかちゃんと一緒に考える約束してるんです。そういえばはるかちゃん、最近遅くまで残ってるみたいだったけど、Mちゃんと競技を考えてたんだね。次の話し合いにはみんなが笑顔で楽しめちゃう競技をいっぱい持ってきます。それじゃ行ってきます。これで全部だね。どの競技もとっても楽しそう。競技はなんとか決まったけど、今度は参加者リストを作らないと。競技別に全学年分のリストが必要なんだよね。これはちょっと大変そうだな。でも自分で言い出したことなんだし、責任を持って頑張らないと。この競技だったらきっと何年生でも運動苦手な子でもみんな笑顔になれちゃうね、はるかちゃん。そうだね、頑張ろうね、大鳥さん。はるかちゃん、これ参加者リストだよ。え、天馬さん作ってくれたの？しかも全競技分。これすごく大変だったでしょ。私一人で作ったわけじゃないよ。実行委員の先輩たちも手伝ってくれたんだ。え、そうなの？でもみんな忙しいから時間は取れないって。みんなはるかちゃんとエムちゃんが頑張ってるから自分もって思ってくれたみたいだよ。体育祭に出る全員がみんな笑顔で楽しめるようにって。だからきっと今年の体育祭は盛り上がると思う。そっか、よかった。あ、はるかちゃん、玉入れの玉可愛くできたよ。わー、ピンクとか青もある、すっごく可愛いね。入れるときに楽しくなるでしょ。あ、私今日二人三脚の練習がある。二人三脚って確か今年のは先輩たちと一緒に走るんだよね。うん、普段あんまり交流できない先輩たちとも一緒に練習できるようにって思って。ちょっと行ってくるね。分かった、練習頑張ってね。場所ってここかな。私が一緒に組む先輩は確か、あなたが大鳥さん？お、
む？なんだか先輩のことどこかで見たことあるような。はじめまして、2年 B 組の朝比奈真冬だよ。部活以外で1年生のこと話せるなんて嬉しいな。よろしくね、大鳥さん。よろしくお願いします。ああ、もう恥ずかしいな。先輩人気者。そんなことないよ。でも応援してもらえるのは嬉しいな。ありがとう。大谷さんと一緒に頑張るね。大鳥さん、どうかしたの？なんでもないです。それならいいけど、何かあったら遠慮なく言ってね。なんだろう、笑顔だけど笑顔じゃないっていうか、とっても怖いよ。じゃあ早速練習していこうか。靴紐は8の字に結んで、それから、あれ、 M ちゃんとあれは2年生の朝比奈先輩。 M ちゃん、朝比奈先輩と二人三脚出るんだね。頑張ってね。ほなみちゃん。大鳥さんの友達？同じクラスで。あれ、 M ちゃんなんだか緊張してる？え、あ、そういえば朝比奈先輩って美人で勉強も運動もできるから憧れてる子が多いって聞いたことがあるな。じゃあ M ちゃんもそうなのかも。素敵な先輩と組めてよかったね、 M ちゃん。応援してるね。うん、ありがとう。素敵な先輩だなんて嬉しいな。やっぱり怖いよ。ああ、そういえば、つかさくんたちが、M ちゃんは体育祭の準備が忙しいって言ってたね。そうなの？じゃあ、しばらく M ちゃんに会えないってこと？やだやだ、そんなのやだよ。まあまあ、M ちゃんも体育祭が落ち着いたら来てくれると思うよ。それよりミク、僕たちも勝負の準備をしないとだよ。僕は先に行ってね。M ちゃんと歌ったり踊ったりしたいのに。ん？この感じ、もしかしてミクちゃん、なかなか来られなくてごめんね。ちょうど私もミクちゃんに会えてなかったなって思ってたんだ。あと明日が体育祭だって考えてたら楽しみで眠れなくなっちゃって、ちょっぴり怖いこともあったけど。ねえねえ、 M ちゃんは体育祭でどんなことするの？リレーしたり騎馬戦したり玉入れしたり、いろんな
ことするよ。実行委員のみんなで頑張って準備してたんだ。へえ、いいな。ねえねえ、ミクも体育祭出たい。ほんと？じゃあミクちゃんも一緒にやろう。あー、でも体育祭のエントリーもう締め切っちゃってるんだった。へえ、難しいよね。でも私もミクちゃんに体育祭来てほしいし、何かいいアイディアがあったらいいんだけど。あ、そうだ、ミクが応援係をするっていうのはどうかな。応援係？そう、チーチーエムちゃんって感じで。あ、チアリーダーだね。ミクちゃんに応援に来てもらえるなんてすっごく嬉しいな。よかった。じゃあ明日ミクがエラちゃんの学校の体育祭に遊びに行くね。うん、ありがとうミクちゃん。ミクちゃんが応援に来てくれるなら明日はいつもよりもっと頑張れそう。いよいよ今日だ。晴れてよかった。みんな楽しんでくれるといいな。あ、この感じってもしかしてライブの前に少し似てるかも。みんなが楽しかったって思えるように今日は全力で頑張ろう。楽しい体育祭になるといいな。はるかちゃん、大鳥さん、さっきの選手宣誓よかったよ。すごく大鳥さんらしかった。本当？嬉しいな。今日はお互い思いっきり楽しもうね。うん、次は玉入れだね。カゴの準備はできてる？
ってるポンポンもかわいいね。でしょでしょ。昨日ネムちゃんが帰った後に一生懸命作ったんだ。カイトも手伝ってくれたんだよ。今日は楽しんでってねって言ってくれた。そうなんだ、カイトお兄さん優しい。そうだ、もうすぐ私二人三脚に出るんだ。ミクちゃんにはそれを応援してもらって。でもミクちゃん、私の席からだと見にくいよね。そうだ、私校庭が一番よく見える特等席を知ってるんだけど、そこまで行っていい？特等席？行きたい行きたい。じゃあ決まり、今から一緒に行こう。到着。わー、はい、ここが特等席。校庭で一番高い木の上だよ。すごい、いい眺めだね。でしょ。ちょうど入場ゲートも正面に見えるんだよ。近くに応援席もあるし、ここなら寂しくないかなって。うん、とっても嬉しい。エムちゃんありがとう。じゃあミクちゃん、私行ってくるね。終わったらまた戻ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。よーし、ミクも張り切って応援するぞ。大鳥さん、今日は頑張ろうね。あ、はい。やっぱりちょっと怖いけど、ミクちゃんが応援してくれてるんだから頑張らなくちゃ。絶対勝ちます。頑張りましょう、朝比奈先輩。え、そうね、やるからには勝ちましょう。大丈夫？うん、もっとペース上げられます。そっか、それじゃここから前のペアを追い上げようか。今なら一気に前に出られそうだね。いける？うん、今だ。このまま最後まで行くよ。オッケーです。やったー、やったー、やったよー。ミクちゃん、見せてくれたかな。お疲れ様、大鳥さん。1位を取れたのは大鳥さんのおかげだよ。ありがとう。あれ、今ちゃんと笑って。そんなことないよ。やっぱり笑ってなかった。棒取りの得点だけど、点が変わるから気をつけてね。はるかちゃん、さっきまであったパンがないよ。パン食い競争のパン、それなら職員室の冷蔵庫で保管してもらってるみたいだよ。
段落ついたかな。もうすぐ最後の学年対抗リレーだし、このまま何事もなく終われそう。ねえ、大丈夫？足腫れてるよ。すぐ保健室行こう。どうしたの？あ、桐谷さん、実は。そっか、さっきの徒競走で足を。結構腫れてるし、保健室で見てもらった方がいいね。残念だけど、悪化しないように保健室に行った方がいいと思う。大丈夫。代わりに私が走るよ。あ、そっか。リレーの補欠選手、桐谷さんだったっけ？うん。今から本部に選手の交代を伝えてくるから、天馬さんたちは保健室に付き添いお願いできる？もちろん。ううん、気にしないで。頑張って走ってくるね。私たちも応援してるね、はるかちゃん。うん、必ず勝ってくる。本部に選手の交代は伝えたし、これで大丈夫。あとは念のためバトンの受け渡し練習ができたらいいんだけど。はるかちゃん、聞いたよ。この後の学年対抗リレー出るんでしょ？うん、クラスの子が怪我しちゃって、補欠登録してた私が代わりに出ることにしたの。え、怪我大丈夫？泣いちゃってなかった？うん、他の子が保健室に連れて行ったよ。多分軽い捻挫だと思う。そっか、それならよかった。じゃあ今日ははるかちゃんが私にバトン渡してくれるんだね。え、大鳥さんが私の次だったんだ。こんな偶然ってあるんだね。正直リレーなんて小学生以来だから、ちゃんとバトン渡せるか心配だけど。大丈夫だよ、はるかちゃん。私たち実行委員でずっと一緒にやってきたでしょ。それだけ一緒に頑張ってきたんだもん。もう私とはるかちゃんは最高のコンビになれてる。だからバトンもバッチリ渡せちゃうよ。大鳥さん。あ、リレーまで少し時間あるし、一緒にバトンの受け渡し練習しようよ。怪我しちゃった子も笑顔になれるように、絶対に優勝しようね。そうだね、絶対に勝とう。頑張るね、はるかちゃん。ファイトー。桐谷さん、頑張って。絶対勝つ。1年生は少し遅れてるけど、このままなら取り返せそう。3年生との距離も縮まってきたし、きっとこれなら。
やっぱりそう簡単にはいかないか。だったら私がここで距離を離さないと。任せて。ここで追い上げて、ちゃんと大鳥さんにバトンを渡さないと。すごいすごい、はるかちゃんかっこいい。頑張って、桐谷さん。みんな応援してくれてるなら、私はその気持ちに応えたい。はるかちゃん、大鳥さん、お願い。うん、それじゃあ勝ってくるね。もしかしたら陸上部より早いかも。でも M ちゃんも負けてない。大鳥さん、ちょっとか。大鳥さん、やっぱり足が速いな。大鳥さん、すごいな。キラキラしてて、まるで。はるかちゃん！はるかちゃん！やったよ！私たち1位だよ！うん。ありがとう、大鳥さん。大鳥さんの最後の走り、本当にすごくて。でもでも、私が1位でゴールできたのは、はるかちゃんやみんなのおかげだよ。はるかちゃん、すごかったね。私感動しちゃった。うん、本当にかっこよかった。天馬さん、星野さん、怪我はもう大丈夫なの？桐谷さん、実行委員も頑張ってたし、本当に大活躍だったね。おかげで体育祭がすごく楽しかったよ。みんな、あ、はるかちゃん、目がうるうるしてる。学校に戻ってよかったなって思って。こういうの仕事じゃできなかったから。桐谷さん、何だか私も泣いちゃいそう。よかったね、はるかちゃん。レムちゃん、あ、花見ちゃん。ゴールした途端急に走って行っちゃったからびっくりしちゃったよ。あはは、ごめんね。どうしても最初にはるかちゃんにやったって言いたくて。Mちゃんらしいね。
でも私もエムちゃんをお祝いしたかったんだよ。え？1位おめでとう、エムちゃん。すごく素敵だったよ。ありがとう、ほなみちゃん。エムちゃん、お疲れ様。ミクちゃん、リレーの時応援してくれてたよね。フレー、フレーって。うん。ちゃんとミクの声聞こえてたんだね。ふふん。私昔から耳がいいって言われるんだ。おかげで体育祭すっごく頑張れたし、楽しかったよ。本当にありがとう。ミクも楽しかった。体育祭ってこんな感じなんだね。エムちゃん、いろんな競技で活躍しててスーパースターみたいだったよ。本当に嬉しいな。あ、でも今日はみんなスーパースターだったよ。みんな笑顔でいっぱいキラキラしてたもん。そうだ、ミクちゃん、よかったらこれからも学校に遊びに来てほしいな。え？いいの？うん、今日は忙しくてあんまりミクちゃんと話せなかったから。だから次は一緒に学校を探検できたらなって。うわぁ、すっごくすっごく嬉しい。じゃあ次来た時は校舎の中を見てみたいな。その時はカイトと一緒でもいい？もちろん。よかった、カイトも絶対喜ぶよ。体育祭の片付けがあるんだった。じゃあミクはそろそろ帰るね。今日は呼んでくれてありがとう。またね、エムちゃん。また世界で会おうね。はるかちゃん、片付けお疲れ様。向こうは全部終わったよ。天馬さんもお疲れ様。私の方もあとは体育倉庫の戸締まりだけだよ。体育祭すっごく楽しかったね。私まだまだ走れちゃいそう。さっきってば、はしゃぎすぎないでよね。うん、もう無茶しすぎないって決めたしね。それよりはるかちゃんってこの後時間ある？クラスのみんなで体育祭の打ち上げしようって話出てるんだ。もしよかったら一緒に行かない？打ち上げって言っても近くのファミレス行くだけだし、参加したい人だけ来るって感じなんだけどね。私が行ってもいいの？もちろん。っていうか今日の C 組一番頑張ったでしょうは、はるかちゃんだし。頑張ったでしょう。それさきが今考えたんでしょ。えへへ、バレた。ありがとう二人とも。今日は時間あるから私も打ち上げ参加したいな。よかった、何頼むか悩んじゃうな。じゃあ私たち先に教室戻って待ってるね。わかった。そっか、もう終わっちゃうんだ。はるかちゃん、向こうも片付け終わったって。わかった、じゃあ一緒に体育倉庫の戸締まりをして実行委員の仕事は全部終わりだね。うん。はるかちゃん、どうしたの？寂しいな。え？私、今日の体育祭すごく楽しかったの。でも終わっちゃうのが少し寂しいなって。私も、明日も明後日もその次の日もずっと体育祭やりたいくらい。寂しいね、楽しい時間がずっと続けばいいのにね。大鳥さんもそう思うんだ。うん、でもね、私のおじいちゃんが教えてくれたの。楽しいことがあるから、また明日も頑張ろうって思えるんだよって。
また明日も頑張ろうか。だから今日の楽しい時間は終わっちゃうけど、私は明日もショーをやるよ。みんなが笑顔になれるように。あ、大鳥さんってやっぱりちょっと似てるね。え？ううん、なんでもない。私もいつまでも寂しがっていられないな。明日からまた希望を届けるんだから。立つ場所は違うけど、これからもお互い頑張ろうね、大鳥さん。明日も頑張ろう。今日は愛梨たちと打ち合わせして、その後スケジュールの調整をしてから、あ、うん、どうしたの？え、これってフェニーの限定キーホルダー？嬉しい。これが売ってる時、仕事があって買いに行けなかったんだ。本当にありがとう。大切にするね。もちろんだよ。はるかちゃん、今から屋上に行くんだよね。一緒に行こう。みのり、うん、行こうか。また明日。はるかちゃん、今日なんだかとっても嬉しそう。そう見える？うん。笑顔にさせてもらった分、私もみんなに届けなくちゃね。え？なんでもないよ。行こう、みのり。